止まってないんだね、だってね。じゃあ、はい、収録始めていきますね。お願いします。よろしくお願いします。え、マジか、充電切れた。おい、根元が折れてます。折れてるショック。これお気に入りのに。じゃあ行きますね。はい、サッチーの気まぐれラジオ。時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。 MC はサッチーとミキサーのキャンです。この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いくださいということで、先週はお休みいただきましたが、昨日、はい、日付で言うと6月23日なんですけど、昨日髪を切って、はい、髪染めました。休みがどうにしろ日曜日しかなくて、また、はい、あの復帰した利用者さんがいて、なのでもうこれは時間がないと思って昨日髪切って髪を染めました。いいですね。忙しい。僕も根元が黒くなってきてるんで、早めに行かなきゃとは思ってるんですけど。ああ、なるほどね。はい、今自分で剃ってキープしてます。ああ、自分で剃るの大変じゃない？いや、意外と慣れたら楽ですね。あ、そうなのね。はい。はい、では、番組の紹介をしたいと思います。お願いします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは、気まぐれ。sachi@gmail.com です。アルファベット小文字で kimagure.sachi@gmail.com です。また、YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週月曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。X では、ハッシュタグ、気まぐれラジオをつけてポスってくださいね。ということで、今週の一曲に行きたいと思います。お願いします。今週の一曲は、シャランキューで、ラーメン大好き小池さんです。どうぞ。超懐かしい曲。小池さん、そう、小池さん、好き好き。我々は世代ですからね。ですね。一緒にショックだ。折れた、折れた。結構、ああ、もっと弱いんだ。この折れ方はあれだな。テープで補強しても見やすそうだな。お化けの九太郎の近所のいつものラーメン食べてるおじさんみたいかなって。カブボイさんが。いくらかな。どうしようかな、どっちから行こうかな。久々にシャランキューのこの曲を聴いた。
本当に。小泉さんってなかったっけ、あったようななかったようなみたいなね。あったっけそんな曲。あ、なんか小泉さんなんかあった気がするな。あったような気がしないこともないような。あれだな、来週のなんだっけ、浴衣ウィークのジンベエをまだ買っていないという。ん？何ですか？ヘッドホンを買うか迷い中です。あは？僕は買いましたのし。初ジンベエ。お、いいじゃないですか。沖縄大好きさん。私、肩幅広いから、なかなか合うやつがないんですよね。肩の筋肉のつき方が、あれが下がってくるんですよ、ね。ああ。なで型みたいな。私もそんな感じ。でも、肩幅広いし、お母さん似たのかな。肩幅広いの。まもなくですね。はい。あと40秒くらいです。意外と長いんだね。あ、やっぱり 3A で買ったんだ。浴衣ウィーク初参戦。はい、ではまもなくマイクあげます。はい。お聞きいただいたのは、シャランキューでラーメン大好き小池さんでした。では、早速今週のテーマに行きたいと思います。お願いします。今週のテーマは、好きなカップ麺、袋麺です。本当は先週やるべきだったテーマなんですが。はい。ちょっと今週に持ち込みということで。キャスの方が来てますので、早速紹介したいと思います。お願いいたします。沖縄大好きさん、こんばんさっち、一週間ぶりです。こんばんさっち。カープボイさん、さっちーさん、キャンさん、皆さん、こんばんわ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 ん。わん。わん。セミが本格的に、出てきましたね。うるさいと来てます。確かにセミはね、でも、まだクマゼミは出てないんじゃないかな。アブラゼミ？え？アブラゼミは鳴いてるのは知ってる。クマゼミ。ゼミあ、そうですね、アブラゼミですね。うん、まだだよね。あ、びっくりした。はい、私が間違ってるかと思っちゃった。いや、この前見たんですよ。え？クマゼミは？海の入り口でセミを。あ、セミ？はい、はい、はい。ね、鳴いてないんで多分メスだと思うんですけど。ほう。なんか、あ、もうセミがいるんだって。そう、私も、6月の頭、の方からもセミ聞いてましたよ。ああ、やっぱいたんですね。いました、いました。先々週ぐらい見かけたんで。ああ、うん。
カープボイさん、お化けの九太郎の近所のいつもラーメン食べてるおじさんかなみたいな。同じくカープボイさん、そういえばラーメン大好き小泉さんってなかったっけ？ドラマいつもラーメンのことばっかり考えてる女子高生。そんなドラマあったんですね。あったのかな、私はなんか記憶にございませんが。さっきオフトークの時にジンベイまだ買ってないよっていう話をしたら、沖縄大好きさんが、僕は買いました。なし、初ジンベイ。お、いいですね。いいですね。レンタルも考えたんですが、本格的にサイズが合うか怪しかったので、念のために、あと、せっかくなので、まずは買ってみたいなということもあって、3000円から4000円近くのジンベイを3円で買いました。ジンベイはいいですよ。ジンベイいい。一着持ってた方が。ね。寝巻きにも使えるんでね。確かに。言えてる。カープボイさん、好きならカップ麺は、エースコックは全部好き。おー。豚キムチはいいね、確かに。あとはカップヌードルのトムヤンクンの味のも好き。袋麺は一番好きなのは、チャルメラかな、あれに入ってるスパイスがなんかなんとも言えない。美味しいのは、あと、うまかっちゃん。うまかっちゃんいいね。沖縄大好きさん、小さい頃は、保育園の祭りとかで浴衣を着いたことがあるけど、それっきりだった、そうです。私、あれだな、そこまで、ジンベイ、去年買ったジンベイぐらいですかね。うん。僕はこの FM ギノワンのイベントで初めて着るようになりましたね。あー、なるほど。沖縄大好きさん、ラーメンといえば、ナルト。ナルト。確かに。うん。ラーメン大好きだよね。大好きだね。確かにね。沖縄ラジオ愛好家、ワッチーさん、キャス上の皆さん、はじめまして。はじめまして。サッチーさん、スタッフさん、こんにちは。ツイキャス初見でいいのかな、初見さんです。どうぞよろしくお願いします。と来ております。よろしくお願いします。ワッチーさんは、先々週と、ちょっと、DM をいただいております。今月から確か聞き始めたってリスナーさんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。タミさん、はいさーい、はいたーい。はいさーい。うるま島、アブラゼミが鳴いてるよ。クマゼミが鳴き出したら、もっとうるさくなるね、と来ております。確かに、クマゼミが鳴くと、超うるさいっていうね。そう。そうなんですよ。もう、クマゼミが鳴き始めると、本格的な夏が来るっていうね。夏が来る。そうです、そうです。では、DM の方に移りたいと思います。お願いいたします。沖縄ラジオ愛好家、ワッチーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさん、皆さん、こんばんは。こんばんは。日本一早いですが、初中見舞い申し上げます。早速ですが、好きなカップ麺ですが、いろいろあるんですが、その中でもお気に入りなのは、ニュータッチのネギラーメンです。昨日久しぶりにいただき、久しぶりに食べると美味しく感じますと来ております。ニュータッチ？なんだっけ？メーカーが思い出せないというね。うん。なんだろうな。後で調べてみましょう。でも、なんか、キャンさんはあれです？なんか好きなカップ麺とか袋麺ありますか？好きだったんですけど、豚アレルギーで。食べれないんですよね。そっかそっか、言ってましたね。ただ今唯一食べれるのがありました。塩？まさに原点と言える、チキンラーメンです、はい。チキンラーメンね。それいいね。だからチキンラーメン、卵入れるのが主流じゃないですか。はいはいはい。僕は梅干し入れます。え？はい。え、そうなの？梅のペーストを溶かして。はいはい。で、梅干しをそのまま入れて食べます。え、酸っぱくない？酸っぱくて美味しいんですよ。あ、逆にそうなのね。はい。そんな食べ方がある。味変したくなったらおすすめです。なるほど、なるほど。はい、いいこと聞いた。メールの方に移りたいと思います。お願いします。サッチーさん、スタッフ、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。ツインクルちゃんです。
ありがとうございます。ありがとうございます。好きなカップ麺、袋麺。好きなカップ麺は赤いきつねうどんですかね。学生時代から食べてたし慣れてる味だからですと来ております。確かに赤いきつねと緑のたぬきは定番ですよね。うん、でも最近赤いきつねの何だったかな、なんか全国を巡るみたいな感じの味が出てて、旦那の陸海空さんに食べられてしまったんですけど関西風とかそういうの味がありましたよ。他に、あの赤いきつねの方ですね、あったのが。そう、いろんなのがあるんですよ。いいですね。そうそうそう。次のメールに行きたいと思います。お願いします。ラジオネームレイジーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは、はじめましてです。こんにちは。こんにちは。ちょくちょくお邪魔させていただきますので、今後ともよろしくお願いします。こちらこそ。さて、カップ麺は二日酔いの時のためになるべくストックをするようにしてます。今あるのは日清カップヌードルとクッタ。あ、クッタ来た。クッタ手頃で美味しいですよね。クッタの醤油味をしょっちゅう買ってます。謎肉大好き。謎肉は醤油ベース味で、ちょっと前に出た謎肉まみれは確かカレー味しかなかったので、謎肉まみれとカレーは、ちょっとくどかったってことですね。うん、暑くても夏に食べるカップヌードルは美味しいですよねと来ております。確かに美味しい、美味しい。謎肉食べたような気がする。いつだったか忘れたけど。あれ、原料大豆らしいですね。あ、そう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 。で、クッタもまたいろんな味があるので、なんだっけ、私が好きなの。確か、オニオン、サワークリームオニオン。おぉ。美味しそう。美味しいんですよ。またこれが。私これにどん、もうハマりまくってまして、もう、ラーメン、買いに行くんだったらもうこれですね。限定の抹茶パイタンが美味しかったな。抹茶パイタン？はい。そんなのあるんですか？あったんですよ。あったんだ。パイタンだから食べたんですよね。うんうんうん。なるほどね。はい、サザンヒルで売ってました。サザンヒル、また、また。よ、あ、ハイバルカーちゃん、はい、サザンヒルは。アイスケートリックで売ってて。めっちゃ美味しかったです。そうなのね。次のメールに行きたいと思います。お願いします。ラジオネーム、うどん県大好きさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。私はカップ麺の中でシーフードヌードルが好きです。シーフードヌードルの農具に入ってるエビが大好きですと来ております。確かにシーフード、私もよく食べますね。よく食べる。お家にストックも置いてある。確か。確かなんですか。私、そうだな、ラーメン、好きなラーメンといえば、やっぱり、カップヌードルのカレー味が好きですね。このクッタの、クッタは一番好きで、このカップヌードルのカレー味も、好きですね。食べた後、結局、汁が残るじゃないですか。はい、汁を飲み干すんじゃなくて、はい、ご飯と一緒に食べるっていう。あ、いいですね。カレーですからね。そう、カレーだから一緒に食べたら、もうめっちゃ美味しいっていうね。うん、そんな感じですかね。カープボーイさん、赤いキツネと緑のタヌキは関西と関東で味が違うらしいね、と来ております。そうなんですね。そうそうそう、そうみたいで、なんだったかな、最近、どん兵衛のやつで、東西南北出てたんですよ。はい。確か私は北と南を食べたような気が。おー。する。でも、変わりました？ちょっと、出汁が変わるかな。おー。うん。なんか、変わってる具材っていうか、この汁の具材みたいなのが変わるみたいで、カツオベースと違うベースのやつが
あるみたいですよ。いいですね。今はでも限定だからあるのかな？どうだろう。今あの、あれですね、赤いキツネが、確か関西と関東が出てるのは記憶にありますね、赤いキツネ。うん。んでも、味をね、説明したかったのに、陸海空さんが食べてしまったので、味の説明ができません。しかも、食べられたの今日でした。あ、これ、恨まれてるやつ。え、カーブボイさん、多分関西が薄味で、関東が濃い味だ、じゃなかったかなーと来てますよ。確かになんか関西風はちょっと薄めでしたね。まあそうなんです。意外ですね。うん。関西の方がなんか濃いそうな感じしますけどね。ね、そうですよね。メールの方に戻りたいと思います。お願いします。気まぐれネーム沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさん、キャンさん、こんばん、サッチー。こんばん、サッチー。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。メッセージテーマ、好きなカップ麺、袋麺ということで、まず、好きなカップ麺は、カップヌードルのチリトマトヌードル、おぉ、キンチャンヌードル、赤いキツネの焼きうどん、ペヤング、それからマルちゃんの、牛肉うどん、袋麺はマルちゃん製麺チキンラーメンです。実はこの間初めてカップヌードルのチリトマトを食べましたが美味しかったですよ。トリコリコになりました。トリコリコ。トリコになったってことですね。はい、確かにね、結局、ラーメン食べても、好きな味に戻るんですよね、うん。結局。いろんな味を試そうともしても。私だから結局こういう赤いキツネだなんだかんだと言ってますが、キンチャンヌードルも好きなんですよ。ああ、いいですね。キンチャンヌードルも好きなので、結局安い時にキンチャンヌードルをストックしてます。うちなんちゅが大好き、キンチャンヌードル。そう。徳島の名産。そう。そうなんです。ナルトラさんの地元が作っている。そうなんですよ。なぜか沖縄が一番消費している。そうなんですよね。そうなんですよね。どうしようかな。来週のテーマ、早速いこうかな。いきますか。はい。では、お願いします。来週のテーマは、フリー。というのもちょっとわけがございまして、来週、再来週と、ちょっと、本人さんには来週一周撮りっていうふうに、まだ二周撮りとは言ってないんですが、はい、ゲストが、来ます。お楽しみ。お楽しみ。あ、これ言っててもいいのかなって逆に思うんだけど。告知した方がいいですよね。はい、そのゲストさんというのも、ROK の朝の長寿番組である赤チチデビルの、はい、吉田康則さんが、ノーリーさんがやってきます。すごーい。なぜか旦那の陸海空さんが、はい、ノーリーさんに、メッセンジャー送れって言われて、はい、送ったらノリノリで帰ってきました。嬉しいですね。嬉しい嬉しい。ひふみず版しかまだ出てないですよ。あ、そうなの。はい。沖縄レシクさん、ゲスト、まさか俺、吉田康則さんがやってまいりますよ。大好きさんも可能性ありますからね。あ、でも大好きさん、あれですよね。なんだっけ。旧名古屋に電話出演しましたよね。そうですね。うんうん。なので、ノーリーさんに、聞きたいこと、など、最近あったこと、などを、はい、ぜひぜひ、いっぱい送ってきてもらえればと思います。お願いします。2週連続でちょっとフリーでいきますので、まあ、いっぱい読めたらいいな、なんて。そうですね。うん、皆さん、いっぱい送ってきてください。送ってきてください。あと、来週は、浴衣ウィークで。あ、そうだね。するので、私、浴衣、ユイク、間に合うかな。まだ実は買ってません。はい。ちょっと。まあ、これは、おいおいですね。おいおい、当日の放送も楽しみということ。そうですね。はい。よし、じゃあ、ノーリーさんに浴衣で来るように言っとこう。DM っていうか、メッセンジャー送っとこう。沖縄大宿さん、間違ったか、過去に、ここには出たけど、
って来てます。確かに沖縄大好きさん過去に去年の12月あたりでしたかね、ゲストで来てくれましたか。また遊びに来てくださいよね、また来てくれていいな、ウェーイって、この吉田康則さんにはちょっと何を弾くかちょっとまだ言ってないんですが、はい、生で演奏してもらおうともちょっと考えております。すごい。そうなんです。カープボイさん、ノーリーさんだったら車の話、それとも真面目に民謡の話するのかなと来てます。いや、それはもうノーリーさん次第になっております。私は車の話だったら僕としか話さなくなりますからね。可能性あるね。まあノーリーさんに何を弾かすかちょっと私は迷っておりますが。そろそろお時間ですか。はい、お時間になりました。はい、ではまたお会いしましょう。お相手はサッチーとミキサーのキャンでした。じゃあねー、バイバーイ。でもステープで巻いてみようかな。まさかの壊れたという。実はデイビルのリスナーです。朝早朝5時からラジコで聞いてます。おお、ワッチーさんすごいじゃん。タイムリーですね。タイムリーだね。そのノーリーさんが来週と再来週2週撮りでやりますので。ノーリーさん、あれなんですよ。うちの旦那のリクカイクーさんと結構仲良しみたいで。タバコ仲間って言ってましたよ。ヘビースモーカーなんでね。ノーリーさん。ノーリーさん、何弾かそうかな。一曲は決まってるんですけど、あと一曲。なんかあるかな。ノーリーさんとちょっと DM じゃない。メッセンジャーでやりとり、ちょっとしようかな。いつも赤じちは、あれなんですよ。旦那の陸海空さんが、いつも、早いので朝起きるの。はい、赤じちは聞くんですよ。お赤じち聞いてメッセージ送って、みたいな。何しようか。そう。私はもう、気まぐれで起きるので、仕事の時はギリギリまで、みたいな。寝てって感じでやってますが、この間の吉田さんの動画見たっすって、この間の動画って あれかな、 YouTube 3000人達成ライブのことかな。あれは面白かった。私も見てた。それでかな、リカイクさんが急にノーリーさんにメッセンジャー送れ言うたの。なんか5000人、登録者数5000人いったらマラソン走るらしいですよ。マラソンか。マラソン。僕は絶対走らないですね。私、高校の時にフルマラソンを走ったっきりですね。もうフルマラソン走ったらもう短距離走れない体になっちゃうんで。あー。そう、私、高校1年のこの初マラソンでギリギリ初完走しましたからね。沖縄マラソン。おー、すごーい。今でも覚えてますよ。5時間56分。まあ、走れないことはないと思うんですけど。うん。まあでも、今は無理かな。私も無理だな、この体型じゃ、ポチャポチャしてて。まず、体が重たい。体が重たいし、タバコは吸うし。バスケも危ういんだよね、最近。まあ、自転車で50キロは完走しましたけど、ね。おーるるるるなるほど。なるほど。ではまた来週じゃねー。バイバーイ。